教職、教職ね、つくばだからこそって持ってる、持ってます。ちなみに僕は持ってません。あれ3年の3年ぐらいまで、まさかに取り終わって、取り取って教職はいかなかった。あ、権利を持ってたけど、途中まで必要単位取って、うん、教職だけに必要なのはやめました。確かに取るのもやった、卒業単位に数えられるのだけやって、そうそうそう、あとは多分その行ってなんだっけ、そうですね、指導実践の、なんだっけ、教育実習、教育実習も実習行くぐらいかまではやったけど、ちょっとそうサッカーに集中したかったので今日お前、お前なんで教育実習行ったらさ、しゃっし、なんでもない。サッカー。やりちゃいます。やりちゃいます。やりちゃいます。パンってやつ。お前教育実習けどお前。笑っちゃったよ。今だって自分の時はなんか母校に帰るっていうのがすごい一つのねなんか目標だったんだけど、今の生徒は。そう、部活、リーグ戦ってはそのまま出たいから、もう近隣の学校で教育実習やるんだよね。協力校。僕らそう。そのなんかスケジュールが合う期間、この期間に行ける学校みたいな。なんかそういう選び方。いや、スケジュールっていうよりも、教育実習の1日終わったらそのまま練習行ける。ああ、なるほどね。だからあれなんだよね。A チーム入れなくても、その B バーとか違うチームの練習参加して、で、週末のリーグ戦は出るっていうのをやってたんだって。うん、自分たちはもう母校に帰りたいから、もうだ、みんなそう言ってましたよ。うん。まあ帰れてないんだけど、成績悪くて。呼ばれなかったんだ。うん。C が、C が1個でもあっちゃダメだよ、ね、母校帰るのに。あ、そうなんですか。そう。で、まあ、ありますよ、C が1個。A、B、C。D はダメでしょ。D は単位取れないでしょ。C ギリギリのですで。C だったから、自分は付属の学校行ったんだけど、行っちゃうとなかなかその期間リーグ戦出れないんだよね。3週間はだからもう帰ってこれないから、そう、もう試合だけに帰ってくるみたいな感じの人もいたかな。そう、週末だけ帰ってきて、各自でやって、いました、いました。母校の部活とか出て、ああ、そういうことか。そう、それも込みで多分みんな母校帰る子が多かったんだけど、まあ、それこそ今だったらね、自衛科部とかの出身とかだったら、そうっす、ね、学校で部活やってなかったら僕は帰んなくても、ね、そうですね、うん、そこがもしかしたら違うかもしれないですね、うん、最後の1週間本当終わってほしくなったんです。要領というか生活リズムが分かってきて、うん、慣れ始めたらもう、うん、生徒と関わって楽しく、楽しそうだった、その高校生、中学生、高校生可愛いっすよ、みんな、ね、なんかみんな仲良くなって最後泣いて帰ってくるみたいなね、うん、すっげえ、それは楽しそう。最初ツンツンしてたやつがめっちゃ、うん、そういうやつほどね、そう、最後仲良くなって、あの手紙くれるとか、ある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 、終わった時、そうそう、学校の中はバスだと思う。今だって試合はバスでしょ、はい、西ヶ丘とか行く時、まあ、バスか自家用車です。俺だって乗り合いだったもんね、僕らは。そうそう、で西ヶ丘で、西ヶ丘はバスだよ。あ、西川はもう全部、古賀とかもそうだし、全部乗り合い、全部乗り合い、俺らの3年、うん、俺が2年かなの時ぐらいから、その貸し切りバスでみんなに行くっていうところにあって、それまではもうみんなカントリーグだろうが何だろうが全部乗り合い、各自で。そうっすね、自家用車、そう、もう持ってる人が借りて、そうそうそう、乗せてもらって、だからキーパー同じ車乗るなとかさ、万が一遅刻しちゃうと。そう、でもあんだよ、やっぱ遅刻するとき、あれ、ね、いっぱいあった、いっぱいあったな、遅刻あるよな、遅刻あるっす、全然あるっす、高速降りるとこ間違えて新東名どっち上走ってんのか下走ってんのか分かんなくなって意味わかんないとこ押されてみたいな、あったわ。一応乗り合いもあったんだ。全然ありました、辰野子とかも乗り合いです。ああ、辰野、そうだな、 RKURKU の近いからね、うん、30分とか、車で30分、柏の葉とかも自分で、そうですね、まあ、柏の葉も近いもんな。いやー、ありましたね、
平塚とかも2時間ぐらいかけて車で乗り合いとか、うん、で関東リーグやって やった後に出た選手運転してみたいな。そうだね、もう持ってる人がね、車持ってる人が限られちゃうから。確かにな、保険が効かないから、うん、とか確かに保険、一日の保険入ってたな。マジで？おい、そのためにはい。あ、一日だけあのコンビニで払って。あ、じわじわ席。バイトしてた。バイト。してめちゃめちゃしてた。ちょっとだけしてました。やまびこ弁天で。絶対違う。ない。俺が4年の時できた。それファンブレー。知らないね、やまびこ弁天。俺らの時あったな。俺間だよ。飛び越えない。一体この機会やめて。うんじゃないですか。あ、そう。あ、そう。あ、そう。どこですか。え？さくら、さく。違う。さくら、違う。違う。さくら、全然違う。うどん屋さん。ほんと畑の真ん中にポツンってあるんですよ。へぇー。ね。ねえじゃないですよ。ねえじゃないですよ、本当に。ごめんなさい。バイトどこでしたんですか？京さんとか。俺ビジネスホテルのフロントやってた。どこですか？ホテルニュータカハシ。あー、なるほど。つながりがあるんですね。結構そう、つながってんのよ。俺らの時もそうです。たわ。あれ ?9 時10、え、あ、これ時間とかいいのかな？バレちゃう？言っちゃいけない。大丈夫？ 9 時から12時までなんだ。3時間大丈夫です。大丈夫。なんか、なんかありました。違法とかじゃない。大丈夫。大丈夫。夜。夜、どうなの？ああ、そうか。未成年じゃない。もうでも未成年じゃないか。大学4年だから。じゃあ大丈夫です。あ、じゃあよかった。9時12時で。ホテルに高橋なんすか。結構サッカー部、中級部行ってる。中級部行ってない結構。そう。うん。知らない。この誰か先輩がやってて、多分そういう感じ。先輩が辞め、卒業するから、その代わりで次入って。もう弁当を詰めるのと配達やってましたよ。ホテル？なかなかです。違う。何弁当？ホテルだったな。ホテルの弁当？どっかの。ニュータカハシ？ニュータカハシかな。ニュータカハシだなって。それ結構なんか伝統的な引き継がれてる。大体そうっすよね。大体そうなる。なるっすよ。じゃあ、だって初代でしょ。僕初代です。じゃあそれ聞かせてよ。なんでそこだ。僕もともと大学1年からミスドでバイトしたんですよ。あのミスド？筑波センターの。筑波センターにあるんですけど。筑波センターなんか。おっと。キュートっていうあのショッピングセンター。あ、キュートね。いや、多分ないっすよ。あれでしょ、あの、右側でしょ、バスセンターから大学選手してバスセンターの右側で情報を得てます、ね、情報を得てしたんですけど、もうちょっとミスドの匂いにちょっと嫌気がさしてきた時に、ちょうどそのやまびこ弁でオープンしたっていうのを聞いて、女作家の先輩に紹介してもらって入ったんですよ。でうどん屋さんね、畑にポツンとうどん屋さんにバイトしたんですけど、まあ、僕1年やって、その後に後輩引き継いで、で、まあ、こいつも入って、うん、っていうのが今、どんどん今続いてるらしくて。ね、僕最初ドルフでバイトしました。え？半年ぐらい。マジで？はい。1年生。やらせてくれたの、あそこ。はい。先輩がドルフもそうだよね。ああ、ドルフもやってんだ。はい、そうです。僕の同期がやってた。高野お好きやもんやったよ。どこ好きなの？ビッグボーイの。このなんだっけ、ビッグボーイ。おい、ビッグボーイ。あれですね、アマさんの。アマさんだっけ、ビッグボーイ。アマさんに。チンライ。チンライの近く。チンライってどこでしたっけ、後ろの。え、アマさんの好きですか。アマさんだった気がするね。あの、東大通りの。はい。東大通り。東大通り。東大通り。三車線ぐらいのね。一グラから。反対の前。あ、そう。で、1グラムすぐ出るとこでしょ？反対の向かい。反対の向かい。あー、勝の隣。あー、松屋あ、そう。あ、だから、いや、でした、それ違う。それ知らない。アジア重版の前ね。そう。アジア重版の。アジア重版。俺らがいつも朝月お世話になってた。朝月お世話。あー、朝月ね。
朝練の後が朝すき夜深夜バイトとかやってたよ。深夜時給高いんですよ。ちょっとじゃあ闇子弁ってやんね、行ってほしいよね。行ってほしいです。行ってことありますか？ないんだよ。ない。いや、知らない。行ってほしいっす。今度行こうと思って。行ってください、ほんとに。桜の方ではないですよね。桜で、桜には、桜の方、同胞公園の方。あ、そっち。あー、同胞公園のとこをまた曲がって、じゃあ、やまびこ弁って寄ってから大学行った方がいいね。そう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 。でも、で、帰りまたやまびこ弁って寄って帰ればいい、ね。あ、そう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 。そういうことだよね。でも、めっちゃ混んでるっす。らしいね。鬼人気っす。なんで、なんで、なんでしょ。僕がいた時から、もう行列だったんですけど、もう最近さらに、土日は特にやばいっす。それは何、もうそういううどん屋さんが多分ないんですよね、つくばに。つくばどっちかというとラーメンじゃないですか。ラーメン多いかも。もうだってね、予約してきますよ、ね、西澤選手、山原選手つけて、あのつけから話聞きましたって言ったら、もう店主めっちゃ喜ぶでしょ。めっちゃ喜ぶです、うん、あれっす、うん、あの夏とか、うん、うちの社員に来てくれるし、愛さ来てくれる。去年も来てくれました。長期休み取って言ってよ、言ってよ挨拶させてよ。挨拶したかったよ。で、あれ、実家が、あれなんですよ、その人の実家が京都でうどん屋さんやってるんですよ。京都伏見です。僕の家からほんと車で5分10分のところに、うん、そのお父さんがやられてる本店がある。じゃあ本店も行ってんの？本店も行ってます、帰ったら。いや僕らも行ってるね、俺も行ってるし。すごい。だからつくばに立ってますけど、それ京都伏見って書いてありますから。ああ、そうなんだ。そうっす。いや、美味しそうですね。お出汁が行きたいね。ほんと行ってほしいよね。行くよ、ちょっとね。そこは行くわ、今度。お願いします、お願いします。頭いい。 あと、俺、キャプテンもやってたんで、すごい印象がすごく、あの就活とかすごい付加価値がつく。いや、もうほんとつくばって、何もしてないけど、つくばってだけでもうなんか、なんかすごいですよね。安心感あるらしく。ね。いいみたいな。こちらありがたいですね。本当感謝だよ。感謝。本当感謝ですよね。本当に何恥ぬよう頑張りたいと思いますけど。行けるチャンスがあるのであれば、うん、行ってほしいし、週休部に入りたいのであれば週休部に入ってほしいですね、うん。入学できれば週休部にはもう入れるみたいなもん。今あれですもんね、サッカーだけじゃなくて分析とか、うん、トレーナーとかプレーしない部員もいる、入部も全然ありになってる。もともとありだったんだろうけど、そういう人があんまりいなかったんで、うん、そういう人たちもね、サッカー界にどんどん流れてる。学生主体のその団体になってるから、もうそれぞれ学生がそれぞれの分野で考えて動いて一個の組織を作って、で、それ取りまとめるのが小井戸監督です。そうっすね。エスパルスの、うん、もう元コーチで、はい、がすごい学生主体でっていうことでプッシュしてくれてるから、伸び伸びそれぞれの分野で頑張ってくれて、すごいいろんな活躍見れるのが嬉しいですね。こうやってあの筑波大学に行くと、はい、サッカー界、まあ、主にサッカー界にこうつながりがすごい広がって、こういう大先輩とも出会えたり、はい、まあその何て言うんですか、いろんな分野で活躍されてる週休の先輩がいるんで、それはすごく刺激になるし、自分も頑張ろうと思いますので、ね、なんかそういう筑波大学のいいところはそういうところかと思います。ナイス。じゃあどうしよう。ありがとうございました。ありがとうございました。